反乱分子の中心はやっぱり翔くんか。中学生らしい反抗期だね。すごく異質な気配がする。何者だ？校長という最高幹部の一人だ。植物使いの峰岸、やつの植物に捕まったら最後締め上げられて養分にされるって噂だ。森の中で戦えば分は悪いが、あいにくここはコンクリートジャングルです。私たちで何とかしましょう。リーダーは先へ進んでください。お前らよし行くぞ。リツ不安ただのハリセンじゃない。衝撃波を増幅させる装置になっているのか。さあ二人ともこの盾の後ろに。ちぎれた鶴や葉を分解して再構築。面白い技術だね。冷蔵庫の中身さえ充実してれば人間そっくりの人形だって作れるぜ。大丈夫か？問題ない。もう一人は珍しい回復タイプか。攻守サポートしっかり分担している。ならば少しだけ本気を見せてやろう。雑魚かと思ったらやるじゃねえか。じゃあ次はこの柴田様が相手だ。でけー、行くぜ。強そうだったがバカで助かった。お前の悪運の強さは何なんだ。きっとろくな死に方しねえぞ。とりあえずタクシー拾って。なんだ、眠ったんじゃねえのかよ。てめえのおかげで覚醒しちまったよバカ野郎。ああ分かった、今度はマジで降参します。むしろ俺たちは。バカ、逃げろエディ。ボブ、サイコステロイド。普段から遠心棒を筋肉に送り調整しながら筋肉を。分かったからそのまま寝てろ。理性だけ飛んでった。余計パワーアップしてんじゃねえかよ。うんざりだが俺がおびき寄せる。来ないのかよ。マル、起きろ。こいつは別に悪霊じゃねえ、人間だった。だったら壊せるぜ。でっかい、こいつ人間じゃねえわ。やべえこれ、受け止めろベーデー。おう、こっちは男子バレー部仮入部経験者だ。軽く頼む。あ、エクボ、モブの体は？ぶねえ、大丈夫そうだ。靴がすっぽ抜けたおかげだ。だが今ので確信した。この勝負 100% 勝てに。あんなデカブツに捕まって止めるぜ。